本音言っていいですか。僕の中で一番これいいなって思うのが、あれ乗れんの？あれめっちゃいいな。僕が本気でスペックだけで考えると、もうこれもめっちゃ正直な話なんですけど、正直はい、皆さんこんにちは、トリキサーバックヤトークです。はい、今日はいきなり、はい、こんな人が来てくれました。ありがとうございます。山本亮です。亮くんです。もうずっとね、ゲレンデとかでいろいろね、ギャーギャーギャーってね、話してもらうんですけどお店に来てくれたの初めてですね。そうですね、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。もう僕にとってはなんかもう甲子園みたいな。何言ってるの？聖地ですよ。めちゃくちゃ緊張しててカチカチなんです。亮くんが来てくれて本当に嬉しいんですけど、亮くん元々はどこの人ですか？僕、大阪です。大阪の堺っていうちょっと南のところ出身です。皆さんの中にりょうくんがね、初めてこうやってりょうくんミュージシャン見ると思うんですけど、まあ、例えば、ね、リブの中では、ね、山崎ゆうきくんがいて、で、くんやくんがいて、それでこのりょうくんがいてっていう感じで、こう縦にバーッと繋がってて、僕の中ではね、若い方の方で一番これイケイケの方を大胆に来たんですけど、りょうくん何歳ですか？31なんで、くんやくんより年は上です。あ、そっか、そうなんだね。若く見えるね。本当ですか？ありがとうございます。りょうくんがさ、例えばさ、ダグボーイにこうやって遊んでるパークで滑ってくれたりとか、結構何やってみたとかってやってくれてるじゃん。あれがなんかめちゃくちゃやっぱ若い子が入ってきてくれるきっかけになってて、うちで話してても必ずりょうくんの話になる。ああ、本当ですか。りょうさんが、りょうさんがって話もね。いや、それは嬉しい、ね、そうやってだからりょうくんの方がめちゃくちゃ若いから、俺それでもうね、りょうくんがね、まだね、24とかだと思う。ほんまですか？そしたら31。31です。え、じゃあ、僕、スノーボード始めたのは何歳の時ですか？19なんで、もう12年目とかですね。一番初めてきっかけなんですか？きっかけ、いやもう、まあ、ずっと野球やってたんで、結構もう嫌で、それが。でも、なんとなく、僕の中でちょっとサーフィンしてみたいな、みたいなのがあって、夏サーフィンしたし、次、冬スノーボードしよう、みたいな感じで。あ、そんな感じだったの？そうなんです。じゃあ、それで高校卒業して、はい、それで野球を終えて、そこからサーフィンやって、はい、で、スノーボード。スノーボードです。すごい。じゃあ、リブとの出会いどこなんですか？リブとの出会いが、もう10年前の千葉キングス、アキさんのところで働かせてもらってる時に、はい、まあ、アキさんもリブのライダーやったし、ね、北海道からもスタッフとして、谷口貴弘さんとして、そうですね、まあ、2人いるじゃないですか、はいはい、もう、で、グラフィックもかっこいいじゃないですか。そういうことね。はい、まあ、ここ2年は北海道を滑らせてもらってるんですけど、それまではずっともう岐阜で高須とか鷲ヶ岳とかで。でもやっぱりでもね、りょうくんがこうやってリブに入ってきてくれて、走って、なんかね、若い子がめちゃくちゃ増えたっていうのはやっぱりね、やっぱりそれりょうくんの声だと思うんですよね。なんか見てて、リブって結構親父ブランドだったんで、まあ、そうですね。そういう、はい、イメージがあります。で、その中にりょうくんが入ってくれて、はい、来シーズン何乗るんですか？いやでも結構いろいろ乗させてもらうんですけど、本音言っていいですか？いや、もちろん。僕の中で一番これいいなって思うのがダブルディップです。ダブルディップ？ダブルディップ。ダブルディップっていうのはバードマンの頭が両方についてるんですか？はい、あれめっちゃいいなってなりましたね。あ、本当？はい。俺なんかね、りょうくんのイメージってすごいトレインレッカーのイメージだった。あー、そうですね。めちゃくちゃトレインレッカーすごいイメージだった。まあ、グラフィックだけで選ぶとそれなんですよ、うん、で、まあ、スペック的にもやっぱりこう見てくれる人が選ぶ上で5-2からもあるし、あるよね。でもりょうくんがやっぱターゲットって一人だとすると、やっぱりテレネカってすごい。そうですね、あっこはおすすめではあるんですけど、僕が本気でスペックだけで考えるとダブルディップ良かったなっていう。あ、本当？はい、感じですね。あれはメイヘムとか。メイヘムも大好きです。あ、本当？はい。レトロリッパーより僕はロケット派なんですけど。え、じゃああれは？これ C2 と C3 はどっちですか？僕 C2 派です。C2。C2。いるのかって、若い子でも C2 が好きな人いるんで。ダブルディップも C2 ですし、めっちゃいいですね。オールかとかでも。オール、そうですね。もうこれもめっちゃ。正直な話なんですけど、正直な理由で正直な話なんですけど、まあ、僕クイックシルバーもさせてもらって、
ポルカとか、まあ、ティーライスプロ乗るとあこいつトラビスに憧れてるんやみたいな。トラビスもそのセットだから、はい、やってることはすごいんですけど、うん、ちょっと滑りのスタイル的にあんまり好きではない部分があって。トラビスはね、はい、でも昔からのねリブの好きな子って結構トラビスって異色じゃない。そうですね、ちょっと違うよね、はい、だからそれはね分かる。でも もちろんその場にいたら写真撮ってもらいたいし握手もしてもらいたいし、そういう存在ではあるんですけどっていう感じですね、はい、一番好きなリブのライダーってあるんですか。やっぱ僕はオースティン。あ、オースティン、オースティンですね。オースティン、この人もオースティンってない。あ、そうなんですか。オースティンリブリグ乗るなら僕59かなっていう。あ、そんな感じだね、はい、メインで使ってるのは何。メインはトレインレッカーですね、はい、下のイメージで、フリーライドするってなるときはロケットです、ね、じゃあ、ここにもうトレインとロケットと別々に乗せて、はい、なんかごちゃ混ぜにならない。例えば C3 乗って、いや、そうですね、あんまりそこは僕の中でもなんない、はい、俺なんかだとやっぱり素人だから C2 乗ってて、俺あんまり C2 ばっかじゃない。 C3 であんまり乗んないでしょ。でマグナトラクションが好きだからマグナトラクション入ってないことを基本的に乗んないんだけど、そういったものがあって、そうですね、っていうか僕最初からマグナトラクションをあんま感じれてなくて。あ、そうなの。はい、なんでなんですかね。でもたまにいるんですよ、感じれない人が。あ、そう、はい、ただ試乗してくれてるお客さんの方が感じてる人が多くて、僕はそうですね、あんまりマグナトラクションを感じたことがなくて。あ、そう感じたいなと思ってるんですけど全然感じてないですけど活動的にはじゃあ関東はすごい少ない方だよね。関東は少ないですね、はい、だからメインで活動して北海道とやっぱりその岐阜と西日本エリアにはなりますね。でもこうやって遊びに来てるのすごい嬉しいよね。ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。まあみんなね、若い子含めて僕も含めてね、ありがとうございます。怪我のないように。はい、ありがとうございます。一言緊張してるちょっと来年の活動はどうなるかわかんないですけど、まあ、あの SNS は続けていくので、よろしくお願いします。フォローしてください、はい、ありがとうございますということで、りょうくんわざわざ来てくれたんで突如でちょっと撮ってみました。嬉しいですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。